はい、こんにちは。カウデチャンネルへようこそ。カウデチャンネルのアキです。今回もカウデチップスやっていこうと思います。最近かなり暑くなってきて、だいぶ夏っぽくなってきましたね。皆さん体調は大丈夫でしょうか？もう7月ももう後半に差し掛かって、カウデフィルムの応募もだんだんと迫ってきてます。まあ、応募するかちょっと迷ってる人はもう編集しちゃって、もう勢いで応募しちゃいましょう。今日のテーマはカットをつなぐときに気をつけたいポイント、カットをつなぐときの工夫、こういった点をちょっとご紹介していこうと思います。映像って同じような絵が続くと見ててかなり飽きが来てしまうと思います。例えば GoPro で追い撮りをしている映像があると思います。 GoPro で追い撮りしている映像、いろんなトリックをしていっても後ろから撮ってるカットが何回も続くと、すごいトリックをしていてもちょっと見ている側としては面白みがない映像になってしまいます。見ていて飽きない映像を作るためには同じようなアングルが続かないようにするのがポイントです。追い撮りの映像しかなかったとしても、例えばライダーの左側、右側、煽った映像とか、追い撮りの中でも多分いろんなアングルが多分あるかと思います。素材の中でライダーの左側から撮ったアングルが来たら、次はちょっと右からのアングルにしてみようとか、変化をつけてあげることが見ている側を飽きさせないポイントになります。どうしてもスノーボードって、白い雪のあるゲレンデとそこに滑ってるライダーがいる、要素が少ないのでカットに変化をつけるのが難しいんじゃないかなと思います。なのでちょっと工夫を凝らしてアングルを変えてみたり、カメラの寄った映像、引いた映像をうまく組み立てていくのが大事かなと思います。あと僕はたまに使ったりするんですけども、カットとカットの合間に、撮ろうとして撮ったわけじゃないんですけども、ライダーがすごい近づいてきたところの足元、ピントもしっかり合ってるわけじゃないし、すごいブレてるんですけども、そういう瞬間を少し合間に入れてあげることで、滑ってる臨場感だったりスピード感がその一瞬が入ることで伝わってくるので、こういう遊びのあるカットも一瞬入れてあげるのも面白いかなと思います。ぜひ試してみてください。はい、では今回はこれで以上になります。これを意識するだけでかなり動画の質も変わってくると思いますし、見る人も見やすくてずっと新鮮な気分でいられると思うので、ぜひちょっと意識して練習してみてください。ではカウデチャンネル、ぜひチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。